どうも赤星せよ赤星マシマシ TV マシマシということでね、はい、こちらエンマラジャ鶴見本店さんです。あ、エンマラジャ画数多いですね、うん、一応横浜市鶴見駅にありますね、うん、横浜市の、京急鶴見駅から、うん、徒歩1分です、うん、まあもちろん JR の、鶴見からも行けますけども、うん、ね、スナックミキとか書いてあるんですけど違いますよ。一通が分かりやすく、あの原付きのミキではやったけども、まあ、あのこちらですね、先日お邪魔した豚仙人さんの系列店の激辛スタイルの二郎系という、で8月13日オープンしたばっかりですね、うん、まあ、エンマラジャっていうのはエンマ様のことですね、うん、ということで地獄のようなラーメンが出てきますけども、基本メニュー、うん、エンマラーメン極エンマ、うん、うまみそラーメン、うまみつけ麺、エンマつけ麺、おにぎりもありますけども、うん、うまみそだけか、これ全く辛くないメニューです。まあ、蒙古タンメンとかにもありますよね。なるほど、辛くないやつね、うん、で今回僕初めてですが、うん、鬼エンマ極み大丈夫かい全然ね、俺あの二郎系で辛いの食べないけども、うん、せっかくなんでこんなんが出てきました。鬼エンマ極み、うわー、ニンニクはマシマシ、うん、で全部マシマシ券というのを買ってます。あ、なるほど。麺と野菜とひき肉はマシマシになりますね、うん、で無料で、マシマシにできるのはこのニンニクのみなんですね、うん、これ2杯ガボンガボンってきますけど、うん、スープとかにもニンニク入ってます、うん、はい、で、うん、辛さの度合いで値段が変わっていくんです、うん、なるほど。でこれでもまだ足りないぜという人は、うん、まあ、卓上にも辛み返しありますが、うん、辛み返しじゃない、辛み粉ね、返し、はい、でマシマシ TV 的にやっぱりこの辛い二郎系、ね、京都で、うん、もう閉店しちゃったお店で辛い二郎系食べて以来かな、うん、じゃあもう閉店しちゃったからもう、あ、じゃあもうこれしかないってことか、うん、ということでいただきます、うん、さあまずは何もかかっていない部分、うん、ね、ちょっとこうひき肉からもうちょっと赤いっけよね試してみますが、うん、あ、まあまあでもそう、あれ、いや辛い、全然かかってないのに、いや多分全部浸透しちゃってるよ、しちゃってるかないやもうすごかったですよこれ、うん、ひき肉自体の味まだ分かりました。これは脂身、うん、プリプリの部分と肉汁ジュワーの部分混ざってとっても美味しい肉でございます。マシマシおすすめ、うん、はい、でお野菜、まずこちらのね食感、あっと、うん、シャキッとしてますがもう辛いですよ、うん、ね、上にかかってる香辛料をですね、うん、これシャキだとやっぱ噛み砕くことになるんで、まあ倍増していくという仕組みがあるんですね。なるほどね。クタ野菜だとすぐ飲めちゃうから、うん、いやその辺は抜かりない、うん、調理の仕方がしてありますね、うん、ね、で舌がね、あの辛さにやられないうちに完食しないと、うん、舌がバグってきてからもシャキシャキ食べると地獄になるんで、はい、気をつけて。まさに地獄。はい、さあ来ました。赤いなー、すげえな、こんな赤い料理結構人生でも、あ、ラー油もちょっと入ってるのかな、ラー油ごとスープになってる感じ。まあまあまあ、豚骨ベースとか味噌の返しが合わさってるんですね、はい、で、ひたすら辛いのでもう味噌かどうかわからなくてですね店員さんに聞きましたもん、ね、ベース何なんすかということで、ね、そしたら味噌でした、味噌でしたと、はい、でもうね、こう舌がこう焼けるとか燃えるような辛さが特徴的ですね、うん、えい、さあ燃料ですが、うん、こちら公式発表はありませんでしたが、うん、まあ僕の体感では3号から400かなと、大盛りが辛くてね、わかんないけど、ね、ちょっともうちょっともしかしたら少なかったのかもしれない、体感がね、体感がちょっとで短くね縮れてるんですが、うん、ね、この辺りでですね、うん、もうこれが熱いのか辛いのかちょっともうわかんなかったっすね。なるほどね、まあ、だから炎天下でね、こう辛さ、うん、全身がこう湧き立つようなね、汗だくになってね、いやもうこれね、本当もう楽しくてしょうがないですねこういうの好きなんですよ僕ら、こうやって汗をかいてたんですね、あなたはこれ運動とかじゃなくて、だからまあラーメン、ラーメニズム、ラーメニズム、ラーメサイズ、ラーメサイズをやってますが、メンササイズ、メンササイズいいっすね、まあ、快感です。僕にとっては快感の、食事でした。開店当初はニンニクをね混ぜなかったんですね、ちょっと立ってから混ぜるようになりました。ちょっと狙ってたんですよ、ね、あ、なるほど、始まるんだけど、多分辛ニンニクです。それは別の意味の辛いですね。あ、そうですそうです、ニンニクの刺激の方ね、
ただまあね、丼の中があまりに辛いんでね、ニンニクの辛さ、もうお休みですこれで。あ、そう。ちょっとこれで紛らわすことができるインターバルになりました。はい。一応辛いんだけどね。まあ、辛ニンニクだと思いますね。まあニンニクの辛さはね、分からなかったんですけど、分かんなかったんだ。まあでもね、唐辛子とやっぱニンニクの、出ました。ガッチ感が。ガッチ感。すごいんですよ。ということで。さあ、ということでね、さらなる刺激を求めて、行かれてしまったんですね、僕は。これです。しびれごら。しびもあんだ。あの、不思議だねとか、覚える技を。ま、ここで。じゃ、麻痺するじゃん。ねえ、僕はあの、だから、もう、ほら、ほら。僕、ね、自分でやったんだからな。自分で。一旦休みになっちゃったけど。少量にしてから、ね、これがね、うまいんですよ。あ、まあね、これめちゃくちゃうまかったね、これね。多分ね、ホワジャオか何かだと思うんだけども、辛さが先行してたところに、ちょっとしびれという別のね、あの刺激、そう、刺激が加わることでね、味変として非常に美味しかったですね。なるほど。はい。まあ別にこれで辛さが紛れるとかじゃないんで、あとあの唇が痛くなってきた。ああ、もうね。そう、あの息をふーって吐くだけで痛えの。もう漫画だったらもうパンパンやってるからね。いや、もうでっけえ、あのマリリン・モンローみたいになってますね。アナゴさんとかでいいだろ。アナゴさんか。わかんないけど。漫画だっつってんのに。マリリン・モンロー。実物を出してきましたけど。ん？お、あ、よっ。どうした？もう渚カオルくんぐらい倒すときぐらいの初号機が急にエキュキュってそんぐらい溜めましたね、はい。さあ、そこで初めてお水ですね。水は辛さ広げちゃうらしいんで。よく言いますよね。ね、ニンニクが辛いときも僕はあんま水飲みません。さあ、ごちそうさま。ねえ、ギンギンじゃん。いや、もうね、泣いてますよ、ね、はい。ということで美味しくいただきましたが、マシマシレベル、はい、辛め度9億8000万ということでね、マジマジレベルは1億9600万ちょっとふざけんなよ。142です。どういうことだよ。ということですね。相当辛かったと。地獄のような数字が出ましたね。いや、でも本当にね、辛いの僕、まあ、ぶっちゃけちょっと苦手なんですよ、はいはい、なので先にね、何が辛さを和らげるのかちょっと調べたんだけど、そしたらね、蜂蜜、あ、生乳、あ、オリーブオイルとからしいです。とろみのある感じ。とろみあるね。でもなんかオリーブオイルを辛いからってゴキュって飲んでたりして、やばいやつだなと思って。まあでもあんた醤油飲んでるからね。まあそれ置いてあるの全部成城石みたいな商品ばっかりだから、あの、ありましたんで成城石ありましたか、はい、駆け込んでください、エンマラジャから成城石へ。これ食べたからトイレが全然出てこなかったんですね。え、あの日、そういうことですね。ごめんなさい、翌日5回行きました、ですよね。まあ、ガテンが行きました。あの、遭遇しましたね、家で、あの、こういうことです。はい、なるほど。気をつけてください、皆さん。あの、これお気軽に頼まない方がいいかもしれないですが、ただ僕これ1回食べて、もうリピートしたいっていう気持ちがありましたんで ね、あの、ハマる人はめちゃくちゃハマると思いますんで、新しいスタイルの二郎系、ぜひともご注目ください。グッチ。